はい、どうもご視聴ありがとうございます。最果て駅ということでですね、こちらのゲーム終電を寝過ごした先は最果て駅という奇妙な場所でしたということで、ちょっとなんか如月駅っぽさもあるよね。で、そこから脱出していく感じのゲームになるのかなと思います。すごいなんか絵柄が魅力的でね、とりあえずやっていきましょう。最果て駅いろいろあるってさ、気をつけてね。ここは最果て、どこまでもどこまでも一緒に行こう。逃避行的な感じなの君たちは。なんで寝過ごしたっつってたけど、飲みすぎた二次会で、四次会ぐらいで終電。今日も仕事という名の生活が終わった。毎日起きて仕事に行って帰って、それが僕の人生の全てだ。今日も上司に怒られた。自分の容量の悪さが心底嫌になる。体が重い。ひどい倦怠感だ。まぶたが重くなる。少しだけ寝よう。きっと到着アナウンスで目が覚めるはず。まあ、大体ね、普通だったらなんか到着駅着いたら目覚めるよな。心どっかに起きませんでした。一人なんだ、でも。あ、着いた。ここが最果て駅ね。あれ？秋なし春。寝過ごした？秋がないから春ですって。車内は静寂に包まれている。終点に着いたんだろう。終点しまった。明日も早いのに。仕方ない、タクシーで帰るか。あー、しんどいな。とにかくさっさと帰ろう。タクシーで帰るのとどっかビジホ泊まるのどっちが安いんだろう。とっても大きな自分のボストンバッグだ。あれ、このカバンで会社に来てたっけ。おかしいな、なんか違うの。念のため中を確認した。ハンカチ？白い花のハンカチね。え、これ。このもらい物のハンカチ、てっきりなくしたと思ってたけど、こんなところに。確かこれ、何か花の種類だったんだよな。彼女と連絡取らなくなって、もう数年か。彼女にもらったやつなの？ごめんね。なに、誰かが言ってる。何か聞こえた気がする。こっち？緊急停止ボタン、非常事態があった。あー、どうしましょう。セーブしようか。秋なし。うん？秋？あ、春、夏、冬、春。そんな、居酒屋の名前みたいな感じの名字してんのね。君、秋なしで。それで秋なしって呼ぶのね。秋ないって書いてたりするからね。居酒屋だったらそれで。うるせえってなる。じゃあ、どうしましょう。いろいろ調べようか。隣の車両は行けないのね。こっちは。ドアは開かないと開かない。扉の時計みたいなものがついてる。こんなのあったっけ？時限爆弾？ひとまず乗務員探してみましょうか。乗務員さん。あ、なんか落ちてらっしゃる。影が見える。何かが天井に張り付いてるようだ。なんだろう？手が届かないな。恋愛映画のポスター。あまり興味がないな。というか見たくない。空、外の様子は見えない。真っ暗な闇がどこまでも広がってるってさ。外に出てはいけません。お母さん、異常停止ボタン押す？あれ、誰もいないな。もう少しこの辺を調べてみるか。調べるか。乗務員口、〇〇線マニュアル、もし緊急、あ、〇〇を作動した場合は会場のパスワードにあります。一番大事なところが見えないと。無線機ね、使い方わからない。時刻表、誰もいない。自動運転だったのはそうなんだ。もしかしたら朝までこのままかも。勘弁してくれよ。明日も仕事なのに。最悪。今日はここで寝て始発で家に帰ればいいか。まあ、寝れる場所ならまあね。なんだ？なんだか空気が変わった気がする。戻ってみようか。効果音がマイマイマイ声。扉がかかっ、鍵がかかってるのが開かない。近くにはカードキーを差し込む穴があると。消火器かなり重そう。消火器が喋った。違う。ああ、誰かいる。見ぬふりしよう。見ぬふりしたい。見えない。あれ、幽霊だ。押してみっか。緊急停止ボタン。ちょっとな。もうその必要はない。なんじゃそりゃ。さっきの時点だったら押せたってこと？もうその必要ない。そうか、まあ、走ってる時に止めるためのボタンか。よいしょ。グー。はい、その件についたメールで。グー、お前も仕事が忙しいのか。むにゃ。あれ、先輩？
うわ、なんでお前がここに？お知り合いなの？さっき車内を見て回った時は誰もいなかったはずだけど。先輩ですよね。本物、先輩だ。お久しぶりです、先輩。久しぶり、立浪。すごい。どっかの監督してそう。僕と同じ会社に勤める後輩であり、元友人だ。後輩といっても僕と同い年で、僕より数ヶ月後に入社してきただけだが。中途入社？大学院卒で頭もよく、いつも明るく、気遣いができて、おまけに仕事もできる。院卒だったらでも2年ぐらい差出てこない？俺中途、両方中途なんかな。僕とは全然違う、先輩なんて呼ばれてるものの、それは形だけだ。本当は仕事のできない僕を心の中で見下してるんじゃないか。立浪を見てるとそう思ってしまうことがあった。先輩は戦う顔してませんよね。それが原因でしばらく立浪とは距離を置いていたが、まさかこんな形で再会するなんて。最初は同い年だからと仲良くしていたのだけれど、やっぱり友達って難しいな。立浪といると自分をひどく惨めに思う。できればあまり関わりたくはないのだけど。というか僕寝過ごしてますよね。もしかして先輩もですか？そうなんだよ。オリオンにも扉は開かないし、乗務員もいないし、仕方ないから今日はここで寝ようかなと思っていたところなんだ。そうだったんですか。大変だ。そういえば僕まだ仕事が残ってて、家で続きをしようと思ってたんですよね。残業してたのに持ち帰りなんて大変だな。あ、でも新規プロジェクトの企画のプレゼン資料作りなので、苦しくも楽しいってやつです。そんな仕事僕は一度もしたことがない。あ、そうだ、携帯で鉄道会社に連絡しましょうか。あ、できるね、さすが。立浪は清潔に手入れされてるスラックスのポケットからスマートフォンを取り出した。あれ、電源が落ちてますね。おかしいな。電車に乗った時はそこそこ充電残ってたはず。あ、もしかして先輩が先に連絡してくれてましたかね。あ、もちろんしました。もちろんしております、先輩。もちろん試したけど繋がらなかったんだ。立浪さんにそんな不甲斐ない姿見せられない。何見栄を張ってるんだ。もう一度連絡してみますか。はい。あ、うん。やっぱ威圧感がすごいな、立浪って名前は。乱雑に突っ込まれたスマホをポケットから取り出す。どこを触っても画面は暗いままだった。あれ、僕のも電源が切れてるな。すいません、不甲斐ないばっかりに自分が。なんか先輩って相変わらず面白いですね。ありがとうございます。言われてしまった。電車なら無線機があるはずです。そこで連絡が取れるかどうか試してみましょう。うん、そうなんだ、さすが。俺も調べた。それやっぱりやりにくい。久しぶりに話したのもあるが、立浪に対する苦手意識からか自然に話せない。あー、くそ、早く帰りたい。怖え、立浪。電車から無線機があるはずです。そこで連絡が取れるか試してみましょう。じゃあ試してみるか。行くぞ、無線機。これね、でも繋がんなかったっすよ、先輩。先輩じゃない、後輩なんだけど、先輩なんだよ。ここから鉄道会社に連絡が取れるかもしれない。いや、でもこれ俺やったんですよ。もうやりました。一回やりました。ちゃんと確認しました、一回。何？本部へは0番ですね。あ、違う。使い方が分かんなかっただけだ、あれ。あ、すいません。あ、繋がった。気まじい。繋がんないって言ったよね。外に出ちゃダメだ。やめて。絶対に出てはいけない。絶対に出ては。誰の声？音声通話は一方的に終了されたようだ。なんだ今の、何か大変なことが起きてるんじゃないか。困りましたね、繋がらないとは。外部と連絡が取れない以上ここにいても仕方ありませんね。何か起こってるみたいですし、とりあえず外に出る方法を探しましょう。外に出る方法ね。でも外に出るなって言ってたけど大丈夫かな。確かにな、じっとしておいた方がいいんじゃないか。先輩の意見も賛成です。でも、戦う必要があるか。今の僕たちには現状把握が必要だと思います。何が起こっているのかを理解しないままだと、適切な対応ができなくなる可能性があります。確かにね。だからせめて、ここはどこなのかぐらい把握しておいた方が良いかと思います。そうだな。やっぱ立浪って肝が据わってるというか、そりゃな、状況判断が適切だよな。あー、すごいな。ダメだ、こんな時でさえ立浪と自分を比べて落ち込んでしまう。さすがにちょっとまあ比較対象が強すぎるもんな。じゃあまずはこの辺りを調べてみようか。はい、わかりました、先輩。あー、じゃあ行くか。でもまああんま遭難した時は動きすぎるなとも言いますが、どうしようか。これ気になるんだよな、ずっと。俺の肩車してやろうか。2人なら取れるんじゃないか。そうですね。でもあんな高いところどうやって。俺が台座になりますって。ジャンプ届きそうにもない。肩車、じゃあ肩車しようか。
肩車したら届くんじゃないか。え、肩車？冗談だよ。肩車っていうか俺が馬乗り、馬になるので乗ってください。いや大丈夫ですよ先輩、乗ってください。え、大丈夫か。乗ってください先輩、僕の方が身長高いですし。分かったよ。じゃあ失礼します。身長高い方が上行った方がいいのか。いいんじゃない、上行った方がいいんじゃないか。手長いから。だって靴を脱いで立浪の背中に乗り天井に手を伸ばす。恐れ多い。取れたぞ立浪、背中大丈夫か。はい元気です、ありがとうございます先輩。なんでこんなに元気なんだ。 ID カード、どこか使えるのだろうか。 ID カード持ってるだけで使用できます、助かる。一部アイテムは使うことができると。 ID カードはどこよ、どこ行けばいいのよ。出れるかしら。番号ね。そんな4桁の、これ何、チーチーついてない下。あまり興味がないな。これ下つ血ついてませんか、違いますか。すすけてるだけ。 ID カードこっち。時刻表が空になってると。照らせるものが欲しい。扉付きのボックス、あカードここにぴったり。 ID カードを差し込んだ。さあ空っぽのタバコの箱やお菓子の包み紙などが大量に入ってる。うわゴミばっかり。何か使えるものありませんかね。オイルライター照らすものね。どこかを照らしたり燃やしたりできますね。燃やすのはさすがにダメだろ、消火器あるから大丈夫。自由にやろう。ライターで照らして奥を見てみよう。16、あー ID か、4桁か。扉の番号入力のヒントでしょうか。うん16か。もう片方もここら辺に落ちてんじゃないの。総当たりできんこともないラインだな。16、残り2桁。解除パスワード、あの扉のことでしょうか。なんだけどどっかないかな。なさそうだったらもう、あなんか知ってるって。なさそうだったらもう行くっきゃねえか。あいや、びっくりした、急に後ろに誰か一人増えたかと思った。あれ電気が今なんだ。うわー暗くなっちゃう。うわ真っ暗だ。先輩さっきのライター、ライターで明かりよ。ああでもライターの明かりなんてマジでたかが知れとるよな。誰か死んでる、弾丸論破みたいな死体を発見しました。なんだよこれ、血今の間に、どういうことだ、誰かいるのか、誰がやった、なんで。おびただしい量の赤黒い血液が飛び散ってる。この場所で何が起こったのか想像するのはたやすかった。想像するのはたやすいけど急に何っていう、むせ返るような血の匂いだ。うっダメだ、疲労と眠気もあって気持ち悪い。入っちゃうね。空っぽの胃から胃液がせり上がってくる。うっおえダメだ、何も出ない。わっ先輩大丈夫ですか。これはきついですよね。夢なら早く覚めてくれ、疲れすぎてるな。これ上司の死体かもしれない。何、あやめて、何いる、お願いやめて。誰、俺が殴った、くんごめんね、俺が殴った女か。なんだ今のは。先輩どうしましたか。今何か変な映像が見えて、女の人が血まみれで。え平気ですか、大丈夫ですか。うー気持ち悪い、僕にしか見えてない、やっぱり幻覚か夢か何かなのか。それにさっきの女の人、彼女にすごく似ていた。いや気のせいだろ、彼女が殺される夢なんて最悪だ。お前が殴ってなかった今、違うかな、これは。このままだと先輩が心配なので、綺麗にしないと。出よ、とりあえず出りゃいいじゃん。なんか引きずった跡あるんですけど。何も入ってないのに重くて持ち上げることができない。なんだこの重さは。何ですかこれ、誰かの忘れ物ですかね。あ、これ、俺が持ってるカバンなんだけど、今日会社に持ってきた記憶はないんだよな。持ってきたのに覚えてないんですか。そう、いうことになるのか。自信持ってください、先輩。自分の記憶に信じて。でも調べらんないんすよね。恋愛映画のポスター、あこの紙を使えば拭き取るぐらいはできると思いますと。なんかポスターの下の血の跡がなくなってない。これ話題作りのために先月見たんですけど、どういうわけか内容全く覚えてないんですよね。途中で抜け出した、損切りしないとっつって早めに。なんでそんな冷静でいられるんだ、投資は損切りが大事っつって。
ツイッターで叩かれる。おびただしいほどの血液が座席や床に飛び散ってる。このままだと先輩が心配なので綺麗にしないと、とじゃあ使ってくれね。あ、オイルライターで全部燃やそうぜ。うんじゃないよ。お前の中で答えが決まってんなら言ってくれよ。もう。じゃあ恋愛、ハンカチでもいいんじゃない？なんでだよ。おい、それやめてくれ。ああ。大きな声を出したら余計に気持ち悪くなってきた。じゃあポスターで。よし、血を拭いた。綺麗。すげえ吸水性のあるポスター。これでバッチリですね。ありがとう。そういえば拭いてるとき座席の下何かありましたが、兄って書いてある。違う、52。1652ね。1652。何も起こらないな。なんででしょう。数字の向きですかね。じゃあ25。じゃあ5216。こう。あ、起こらない。あ、16も91って可能性あるのか。多いなパターン。じゃあ2591でやってみるか。あ、来た来た来た。ロックが解除されたようだ。やった、これでやっと出られる。さすがです先輩。52の方は逆なのは分かるけど、16の方はその向きで貼ってなかったか、さっき。でもこんな状況やっぱりおかしいよな。ちょっと、あ、出るか。一回セーブする。もう少し心の準備というかセーブして、これでやっと帰れる。ここを出たらきっと車庫か壁なんだろう。いつもの日常に戻ってるはず。そう言い聞かせながら祈るように扉を開けた。おお、ノスタルジックだね。なんかそんな淡い希望は扉を開けた瞬間にあっさりと打ち砕かれた。真っ赤、最果て、ここは最果てですって。次は片須駅。なんだよこれ、外がない。これじゃ電車からこの駅から出ても見覚えある。あんたきっと大丈夫。なんで。さすがの立浪も相当参ってるようだ。こんな状況だ、無理もない。これが現実。クソ、もう嫌だ。先輩大丈夫ですよ、出口はどこかにあるはず。ひとまず今は進むしかありません。もう出口っていう概念すら合ってんのかもわかんないけどな、この駅に出てきてる以上。普通のゴミ箱、あー漁ってみる、せっかくだし。ゴミ箱物色。最果て切符か、赤い切符。3333333、足して10作ろうぜ。うわ、なんだか不気味ですね。3÷3は1で、3×3が9で、9+1が10です。う、なんだ、頭が痛い。先輩大丈夫ですか。先輩意識が遠のく。まったく本当に今の若い子は気合が足りない。ちょっと指導したくらいでうつ病なんて、そもそも精神病なんてただの甘えなのに。私の若い頃なんて戦う顔しとらんよな。間もなく0番線を列車が通過します。危険ですので黄色い線の内側に。誰かが誰かを押したけど、え、ああ誰かが、これ俺が上司を押したのかな、もしかして俺は悪いやつ。なんだ、今電車に人が落とされ。立浪は見えなかったか。 いえ何のことだか。それより先輩のことが心配です。立浪には見えなかった、一体あれは何だ。しかもあの後ろ姿、部長にそっくりだ。あ、やっぱそうか。でも今日は怒られたばっかりだ、ありえない。俺の心の中深層心理なのか、それとも本当にやっちゃってるのか、どっちだろう。これは新聞。〇〇線で火災、作業員2名と乗客1名が死亡。〇〇電鉄〇〇駅で人身事故、ホームから通過列車の飛び込みか。毎日使ってる路線の事故ばっかりだ、どれも知らなかったな。そんなもんだよな。最果て、聞いたことない駅名だ。ググってみようぜ。聞いたことない駅名なんてたくさんあるよ、全て空白になっている。あ、何、花店とか。ああダメ。まもなく、では参ります。危険ですので黄色い線の内側に立ってお待ちください。黄色い線の内側ってなんかよく考えるとどっちから見て内側なんだろうってなるよね。ああ、なんかモールス信号で言ってる。ちゃんと聞けばよかった、俺モールス信号も学んでたから解けたかもしれないのに。こんにちは、助けてって言ってるかもしれない。なんだか嫌な予感がします。向こうに逃げましょう先輩。シフトを押しながら移動で全力疾走します。あー、こっちに逃げてやる。俺はひねくれ者だ。そっちは行き止まりのはずです。なんで知ってんだよバカ野郎お前、この野郎。
ここは最果て。思い出すよ。許してくれるだろうか。あ、なんかイベント倍速だって。余計な、ここら辺見た方がいいのかしら。あ、見てるし。あれ、セーブできねえ。メニューが開けないだと？なんて言ってる？腕って言ってる。腕って言ってるね。腕って。よし。あぶねえ、ギリギリ。並走した。あ、こっち？あ、こっちかよ。危な。無駄な動きしたわ。走る、走る、走る。逃げなきゃ、逃げなきゃ、逃げなきゃ。あと少し、あと少し、あと少し。もっと奥行けたかな。足がもつれ、体のバランスが崩れた。地面がゆっくりと近づいてくる。自分の周りがすべてスローモーションのように見える。とっさに足を踏ん張ろうとするも、全く言うことを聞かなかった。先輩、先輩、しっかり捕まっててください。頼れる。立浪は僕の腕を引っ張り、そのまま勢いよくひらりと電車に飛び乗った。あ、着いた。あーはー、ゲホ。あーはー、先輩大丈夫ですか？うん。あ、なんだよって、いた。なんだよ、本当に。あ、違うんだ、違くて、ごめん、ごめん。あと、さっきの、ありがとう。なのに、ええ、気にしないでください。混乱するのも仕方ありません。う。直感で命に危険が迫っていることが分かった。今まで感じたこともないような死への恐怖。これは夢ではなく現実なのだという実感がじわじわと足元から侵食していき、体が板のように硬直する。怖い。恐怖と混乱を立浪にぶつけてしまったという罪の意識が心に重くのしかかる。お前ちょっとなんか精神的というか、なんか潜在的な DV を持ってそう。僕がいなければ立浪が危ない目に遭うこともなかった。それは分からんけど、それは本当に分からんけど、僕がこんなじゃなければ。お互い様だろこれは。立浪、迷惑かけてばっかりで役立たずでごめん。本当に最低だ。助けてくれたのにひどいことして。立浪の迷惑にならないようちゃんとするから。だから。先輩。おお、怖。怖。落ち着いてください、先輩。大丈夫ですから、きっとね。アンディ・アンド・レイレイを思い出す BGM が流れてる。正直僕も先輩がいなかったらとっくに心が折れていたと思います。だから先輩がいてくれて本当に良かったです。ありがとうございます。いや怖いな。だからそんなこと言わないでください。先輩と一緒だったら絶対大丈夫だって思うんです。迷惑だなんて全く思ってませんから。大丈夫、安心して。先輩はどうですか？僕のことどう思ってますか？怖。お兄ちゃんって。あー大丈夫だと思うよ。不安だなんて面と向かって言えない。大丈夫だと思う。はい、大丈夫だと思います。進捗大丈夫だと思います。僕は立浪がいるからまだ冷静でいられているのかも。まあ確かに、普通一人より二人の方がね。先輩にそう思ってもらえるなんて。二人で協力すればきっとどんなことでも大丈夫ですから。立浪の気遣いが凍るし、申し訳なさでいっぱいで顔を見ることができない。嘘なんかじゃありません。本当に先輩がいてくれてよかった。恐る恐る立浪の表情をうかがう。真剣な顔でこちらを見つめていた。立浪の本心なのだろう。安心させるためにと取り繕った言葉ではなく、本当に心の底から感じていることを真剣に伝えてくれているような気がする。それなのに自分の罪の意識に必死になって、お前やっただろ絶対、本当にいつまでも弱音を吐いていられない。絶対お前やってるな。うん、きっと大丈夫だ。ああよかった。そうです、僕がついてますからね。それで帰ろう、一緒に。もちろんです先輩。立浪の真似をしてみた。バッティングフォーム。立浪だってきっと怖くてたまらないだろう。それなのにそれを抑えて僕を励ましてくれている。立浪がいなければとっくに諦めてしまっていただろう。一人じゃないことがこんなにも安心するものだということをすっかり忘れていた。立浪がいてくれて本当によかった。よかったな。立浪ありがとう。僕も立浪がいてくれてよかった。あ、ありがとうございます先輩。なんで立浪が俺を言うんだ。あ、いや何でもいいじゃないですか。
それにしても真っ暗だな。隣の車両から見えなかったのはこういうことか。有料座席と通常の車両は違う電源で動いてるんでしょうか。電源まで？そうかもしれない。切り離したりできるようには。なるほどね。ではまずは電気をつけられないか探してみましょう。自分のことばかりを必死で考えていた。自分の弱さを認めたくなくてずっと下を向いていただけだった。立浪は変わってない。優しくて前向きで元気をくれる立浪のままだ。僕もそれに応えなきゃな。よし、じゃあ電気ね。電気、おこっちが有料車両か。一人個室席みたいになってるしな。個室席というか何も置かれてない。なんかあるけどね。あるけど。誰かのカバン。中見よ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 。誰の500円玉を拝借した。一番拝借したくないもの拝借したね。盗んだのでもうない。いや、なんか他にあるだろ。もっともっとあるだろ。今一番使い道なさそうなの。使い道あった。自動販売機ですよ先輩。喉乾いたな。ってあれ、電源がついてませんね。500円とか、お前現金持ってないんか。1円も変わらないか。あの、ん、変わらないことを望めば開く。何それ、急にオカルティックな。うわー、なんかいいところ。レストランテーブルだし、食べる車両もついてんの。食べる車両っていう。赤ワインにリンゴの、あ、赤ワインにリンゴの、赤ワインにリンゴのアップルパイか。赤ワインとリンゴが必要。食材をお持ちいただき、ご自身でお作りください。なんちゅう。そういえばここに来てから空腹感がなくなったな。あんなにお腹空いてたのに。でもなぜかすごく美味しそう。これ食べちゃダメなやつじゃない。うわー、いいですね。奥に調理場もあるみたいですし、材料を見つけたら作ってみましょう。もちろん先輩が。作るのは全然いいけど怪しくないか。よもつヘグイにならない。きっと大丈夫ですよ。心配だ。そもそも食べ物なんてここにあるのか。あるんですね、これが。3人の人間が炎に包まれている絵画だ。気味が悪い絵だな。よく見ると、額と壁に隙間がある。手を触れてみるとカタカタと動くようだ。外してみましょうかしら。さあ、錆びたナイフが置かれてあった。これ急に不吉だね。なんでこんなところのナイフが。結構錆びついてるように見えるけど、この黒いのってもしかして何かを切ったりするには使えないということでしょうかね。うーん、あ、先輩、これどこかに使えるかもしれませんよ。ああ、先が尖ってるからな。なんか気味が悪いけど一応持っておくか。バールのようなものみたいな使い方すんの。これはパソコンは電源がないのね。あ、なんでこれがここに。電気を復旧させたら中身が見えるかもしれませんね。うわ、ワインだ、ワイン。ワイングラスには赤い液体。これワインじゃないの。これ赤ワインか。アップルパイの材料に使えるかな。アップルパイ作っとる場合かい、マジで。リンゴを手に入れたら俺そのまま食うたるぞ。絶対アップルパイになんてし尽くしてあげないんだからね。ん、何ここ、トイレ。開閉式の窓、多目的トイレ、男子トイレ。トイレに行けない。お腹痛くなったらどうしよう。それを考えたらなんだかお腹が痛くなってきたような。二人きりですし、僕のことは気にしなくていいですよ。いやいや、大丈夫大丈夫、治った。そうね。扉こっちも開かないし、こっちも開かないと。女子トイレは？喫煙室、女子トイレないんだ。タバコの良さは分からないな。匂いがダメだから吸ってる人も。うん。ん？僕もですよ、先輩。お前吸ってるのか？まあ、こっちで女子トイレ分なるのか。一応、ああ、二人立ってる。お前の方が背高いんだ。やつれた顔の自分が映ってる。特に変わったところはない。鏡から視線を感じる。ああ、女の子がいる。集合写真、彼女が後ろで微笑んでる。じゃあ、あの右側左側のスペースは今度は上司が出てくるのかな。ついに幻覚まで見え始めたのか、それともこの場所が幻覚なのか。やっぱ日常もの、ほのぼのアニメは4人組が、あ、4人いなかった。こっち行くか。電気制御室、鍵穴が潰れてるようだ。じゃあこんな時はナイフが、ナイフで、こんな時はナイフ、ナイフなら鍵穴が壊れてても開きますね。ほんまに？そんなガッて、ガッガッガッて。ライターで立浪の手元を照らしながらじっと見守った。開けられるもんか？開けた。すごい。ピッキングの才能がある。よし、開きました。行きましょう、先輩。すごい。なんだかかなり手慣れてるように見えたけど、やっぱりそうね。見よう見まねでここまでできるものなのだろうか。見よう見まねですらないだろ、普通の人は。見たことないもんだって。ツイスターゲームやる場所あるじゃん。なんだここ、空気が重々しい。それなんだ、焦げたような変な匂いがする。気分が悪い。先輩、ツイスターゲームやりましょう。先輩、無理しないでくださいね。僕も手伝いますので。ありがとう。今まで嗅いだことのない匂いだ。さっきの車内の血といい、まさか。
考えちゃダメだ。何ですかこれは。非常電源システム、白は青より先。いやどういうつもりで書いたんだよこんなの。急いでる時に、緊急時に、部外者には解けちゃダメだからな、うちの社員だけ解けるようにしとこうって。しねえ。白は青より先、赤は最初ではない、白は赤より後だが、赤白青の順が、前提であって、赤は最初ではない、だが緑か黄色が先にあるんだね。赤白青緑は最後だが、黄赤白青緑、黄赤白青緑だね。黄赤白青緑、残念、ツイスターゲームじゃなかったな、がっかりしただろう。いらない、自分で考える、お前黙ってる。黄赤白青、俺は戦う顔をしてるだろう、見ろ俺のこの頭脳労働者を。よっしゃ、消えた、電源がついたようだ。あ、電気が復旧したみたいですね、さすが先輩です。うっ、暗くてよく見えなかったけど、やっぱりこの部屋、立浪は何とも思わないのか。早く出よう。なんだこれ、赤黒いものがね、すごいね、誰かが殺されてますね。赤黒いものばっかりですわ。焼け焦げてるのも気になるな。燃えたことの方が気になるかもしれない。血より。おい、え？お前、まだ生きてたんだ。さっさと死ねよ。キモいんだよ。誰の声？え？今何か？俺たち友達だろ、友達ならさ、学生時代の記憶。あ、みたみたさつ、キモキモって、あ、燃えた、炎上してる、ツイッターか。う、もうやだ、早く外に出ましょう。あ、結構時間あるな。あ、開かないのか。入ってきた時はそうじゃなかったのに、何とかしなきゃ、時間は進む。ライターを使いますか、意味あんのか。ライターで木の板を燃やそうとした。先輩ダメです、時間がかかりすぎます。そうだよな、あ、いろいろある。コード類が焼け焦げて特に何もない。あー、同じとこ何回も調べられてしまう。何もない。いた、これかな。油？あー、油で、熱い。油。間に合った？機械を油をかけ、ライターで火をつける。炎は一斉に広がり、木の板は燃え尽きた。よーし、これで。あー、よかった。俺の SNS めっちゃ燃えてましたけど、あそこ。はあ、先輩大丈夫でしたか。ああ、だ、大丈夫。ふう、俺の信頼風景なのか、本当に。嘘だ、全然大丈夫ではない。あの声、気のせいでは済まされないほど似ていたあいつらに。思い出したくもない地獄の日々。あの散々恐れた怒号が脳みそに深く焼き付いて離れない。最悪な記憶がフラッシュバックし、鼓動が加速していく。後頭部がじわりと熱くなり、首から下の感覚がない。ダメだ、落ち着け落ち着け。おい、金が来たぞ。あ、くっせー、金が来た。秋なしが通った後の空気って汚ねえんだよな。あー、俺だった、確定で俺だった。ほんとそれな、魔女物学校来んなよ。あー、さっさと死んでくれねえかな。秋なし春ちゃん、いつもの学校、いつもの教室、変わらない場と。燃やしたのかな。うわ、秋なしの机触っちゃった、キモすぎる。おい、やめろって、腐るだろ。ギャハハハ、くだらないくだらないくだらない。おお、そんな過去もありました。おい、お前、あいつにチクっただろ。生徒指導室に呼ばれてマジうざかったわ。知ら、じゃあなんであいつがあのこと知ってんだよ。本当に知らない。きっと誰かが。嘘つくんじゃねえよ、お前以外誰がチクるんだよ。ごめんなさい。おい、もういいよ、こいつキモいし、ボコろうぜ。ああ、そうだな、チクったらどうなるかちゃんと教えてやらねえとな。教育ですこれは。あ、はーい、じゃあ行きまーす。おいおい、もう顔やめとけよ、バレるだろ。いや、結構もうボコボコだったよ、バレる場所結構あざついてたよ。うっ、おい、避けんなよ、カスのくせに。体押さえとけ。マジじゃん、どんだけキレてんの。まあいいけど。い、やめ、お願いします。ぐっ、やはは、やっぱ最高だよお前と遊ぶの。やははは、そんな過去、こんなの耐えられるわけがない。毎日毎日暴言を吐かれ、暴力を振るわれ、何度逃げたいと思ったかわからない。
関わりたくないからと遠巻きに黙って見ているだけのクラスメイトたちも許せなかった。でもあいつらと同じになんてなりたくはないから、決して言い返したりはしなかった。うん、どういうこと？言い返したらあいつらと同じなの？自分さえ我慢すればいい。そうすれば面倒なことになることはない。いじめられる側にも責任はある。僕はこんな人間だから。そう言い聞かせてきたが、果たしてそれは正しいことだったんだろうか。あいつらにとっては単なる遊びだった。今は僕をいじめていたことなんてすっかり忘れてしまっているだろう。いや、そもそもいじめていたという認識すらないのだろう。けど僕はそうではない。あの時の怒り、恐怖、失望は10年以上経った今でも腹の奥底にどす黒く堆積している。ああ、そんな。先輩、やっぱり少し休んだ方が。ごめん、大丈夫だ。行こう。行こう。さっさ行こう。アップルパイ食べようぜ。おお、明るい。綺麗。あ、明るくなってますよ、先輩。ここでちょっと一晩過ごそう。ここなら一晩過ごせる。立浪の明るい声で、ふと我に帰った。わ、結構豪華なんですね。レストランもあるんでしょうか。先輩、難しいのは承知なんですけど、ちょっと一休みしていきませんか。こんな時だからこそ、休むことが必要だと思います。立浪は先ほどの現象などなかったかのように、無邪気に言ってみせた。きっと無理して明るく振る舞おうとしているんだろう。ああ、そうだな。ありがとうございます。あの、お花のあるテーブルとかどうでしょうか。せっかく立浪が気を使ってくれたんだ。休憩するのもいいかもしれないな。休憩する？パソコンも気になるけどな。やっぱゴミ箱。ゴミ箱と書いてあるけど、フォルダだな。え？それ見ちゃうんですか？見ようよ。一番見たい。ゴミ箱から見る。人物のぼやけた写真ファイルが大量に入っていた。ざっと2万枚はあるようだ。すごい量だね。ちょ、それダメなやつですよ、絶対に。え？なんでそんなに慌てて。脳に悪影響が出ますよ。僕が先に好きだったのにって。どういうことだ？寝取り写真？まあまあ、これは関係なさそうなので、もう調べなくていいですね。脳が破壊されそうな。パスワードは？ああ。一応調べてくるか。じゃあ、ここは？駅に着いた。一駅ですね。先輩、少しおしゃべりしませんか？あ、いいよ。じゃあおしゃべりしようか。うん。やった、ありがとうございます。なんだか先輩と二人っきりで話すのってすごく久しぶりな気がしますね。こうしてるとよく二人でお昼ご飯食べに行ってたことを思い出します。あ、そうだな、もう2年前か。懐かしいな。覚えてますか、お昼にラーメンを食べに行った時。あの時か。お、白い全部白い。先輩、お昼ご飯一緒にどうですか。入社から数ヶ月が経った。仕事にもだいぶ慣れてきて、立浪とも少し距離が縮まったと感じていた。立浪が入社するまで社内では気軽に話せる人はいなかったんだが、彼とは同い年ということもあり、仕事以外でもよく関わるようになっていた。行こう行こう、今日はどこに行くんだ。割と健全な感じだね今日はですね、とっておきのお店です。まさかまた食べ放題とか言うんじゃないだろうな。お昼で食べ放題きついな、仕事の日の。もう違いますよ、着いてからのお楽しみです。なんだ、ビーガンランチか。立浪の後を追ってビジネスマンでにぎわうアーケード街に行く。ビーガン弁当食べてうわーってなった。あー、暑かった。ちょうど席空いててよかったですね。ラーメンか、最近食べてなかったから嬉しいな。ここが僕のとっておきの店なんです。なんとメニューが5倍盛りにできるんです。めっちゃ食うなお前。そうなんだ、やっぱりか。ご注文をお伺いします。俺普通でいいよ。5枚盛り中華そばトッピング、野菜大と味玉4個とチャーシューと味玉4個は多いな。背脂小で麺は針金、ニンニク抜きで、キクラゲともやしと海苔と高菜とネギで。いやなんで博多系のラーメンのお店あんまり大盛りはしないよ替え玉だよあとチャーハン大盛りで、具材も大盛りで、それから明太子ご飯と唐揚げ8個もお願いします。そんなに食って大丈夫か。大丈夫ですよ、食べられる時にいっぱい食べとかないと。次いつ食べられるかわからないので。そうか、好きな時に食べたらいいんじゃないか。そういうものなんですか。どか食い大好き望月さんだ。お連れ様のご注文どうぞ。あ、すみません、至ってるよ立浪くん。中華そば半玉で。少な、そんなに少なくていいんですか。望月さんに見えてきたお前が。そうこうしているうちに、ラーメンやその他諸々がカウンターにずらりと並べられた。カロリーを取らなきゃ、腹が絶えた。いただきます。
お昼休憩後にドカ食い気絶するのやめてもらえるかな。立浪の目の前には山盛りのラーメンと大量の皿が並べられてる。うん、美味しい。やっぱり夏はラーメンですよね。冬もラーメンだよ。そうです、春も夏もラーメンなんです。春夏秋冬でラーメンです。立浪は大量の料理をひょいひょいと口に運んでいく。毎度毎度立浪の大食いっぷりには感心する。見ているとなんだか嬉しくなる。そんな立浪を見ながら自分も一口目をすする。机の引き出しにお前でっかいペヤング入ってるだろ。豚骨の出汁に醤油だれが入ったスープだ。濃厚だけどしつこくない。細麺とスープがよく絡んでいて喉越しもいい。おいしい。おいしいけどそれならよかったです。おいしいですよね。お前はもうさっさと食べてくれ絶対俺のが先に食べ終わるから。あ、ここにお酒があればどれほどよかったか。仕事終わり行こうよ。立浪なら言うと思ったよ。でもさすがに休憩中だと難しいな。あ、そうだ、また夜にでもお酒が飲めるとこ行こうか。ぜひ行きましょう。と言っても僕は飲めないのだけど絶対行きましょうね。約束ですよ。あれから結局行けずじまいになっていたな。行けなかったんだ。なんで。あのお店本当に美味しかったよな。また行きたいな。本当に。はい、行きましょうね。絶対に。だいたい得てして量がめちゃくちゃ多いお店ってのは味はそこそこって決まってんだよ。先輩の笑った顔見るのすごく久しぶりです。先輩ずっと辛そうだったから。あの、ずっとごめんなさい。実は先輩のことを避けてました。なんで。そんなに飯食って。先輩が辛い時こそ一緒にいなきゃと思ってはいたんですけど、なんだか怖くて。僕も辛くて。それで分かっていたのに何もしないって最低ですよね。ごめんなさい。いいよ別に。た、立浪、気にかけてくれてありがとう。まずはありがとう。どっち。じゃあ僕の方だと。違う、立浪は僕の方から距離を置いていたのは分かってた。僕を傷つけないためにこうやって言ってくれてるんだろう。あ、そうなのね。いや、むしろ謝るのは僕の方だ。分かってるとは思うけど、僕はずっと立浪のことを避けてた。避けていたというか離れたかったのかも。同い年でほぼ同期ですごく優秀な立浪だから、どんどん活躍していく姿に僕が耐えられなくなって、立浪が僕のことを見下しているんじゃないかとずっと思ってて。それで。そうだったんですね。ごめんなさい、先輩にそんなこと思わせちゃって。いや、立浪が謝ることじゃない。悪いのは僕なんだ。勝手にそんなこと思ってごめん。立浪のことを知ろうとしなかった。だからその気にしないでというのもおこがましいけど、今はそんなこと思ってないよ。仲良くしてくれてた頃と変わってない。立浪はやっぱり立浪だ。先輩、僕も昔からずっと変わってませんから。2年前は昔になるのか。ありがとう、本当に心強いよ。しかし立浪ってすごいな本当に。え、なんですか急に。だってこんな状況なのにずっと前向きだし取り乱さないし、横にめちゃくちゃ取り乱してるやつがいると意外と冷静となるよな。おかげでだいぶ落ち着いたよ。とは言っても比べて落ち込む癖はすぐには消えないだろうけど。先輩、そうやって人のいいところに気づける先輩すごいですよ。なんだ急に。先輩は僕のこと買いかぶりすぎですよ。先輩には先輩のいいところたくさんあります。だから大丈夫ですからね。うん、思考を読まれているようだ。ありがとう。でも頭悪いし仕事でもミスばっかりだから。ははそんなことありませんよ。先輩はすごいです。昔から思ってます。先輩がこの世に誕生した時から思ってます。早すぎるよ。いつからだよ。今いつからだよって顔しませんでしたか。本当に生まれた時からですよ。早すぎるよ。だから先輩のことは尊敬の念を最大に込めて先輩と呼んでるんです。なんちゅう顔してんねんこれは。そもそも今の先輩の仕事は先輩の特性には合ってませんよね。先輩は言って、あ、うるせえ、うるさうるさうるさ、あー怖っ、限界オタクだった。ちょっと待て、なんでそんなん詳しいんだ。人を分析するのが好きなんです。いや無理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 、その一言じゃ無理よ。すごい癖だな。みんなにそれやってるのか。他の人にはしてませんよ。先輩だけです。いやそこ心配してないから俺は。なんだかからかわれたような気がする。この状況を忘れようとしばらく談笑した。誰かと親しく話をするのはいつぶりなんだろう。今まで友達と呼べる友達もいなかった。立浪だけが唯一自分を取り繕わず話せていた。一度は疎遠になったものの、またこうやって話せるようになれて本当に嬉しい。僕はもう一人じゃない。疎遠になったきっかけもなんかあんのかな。必ずここから一緒に帰ろう。立浪って昔何か運動してたりしたのか。特にこれといったスポーツはしてませんが、急にどうしたんです。いや、足も速いし体力もあるしすごいなと思って鍛えてるんですよ。丸一日同じ場所に立ったり狭いところを通ったり。何それ。
先輩の後ろをずっと歩いたりしてます。怖っ。すごいな。僕も何か運動しないとな。聞こえてないふりしてる。先輩はそのままでもいいと思いますよ。とりあえずリンゴか。あとこれ使えるのか。先輩よかった、自販機が復活してますよ。眠気覚ましいコーヒーにしましょうか、それともお水の方がいいですかね。確かに水分を取った方がいいね。多いよ水とプレミアム部下ブラックコーヒー。コーヒーにしようか、やっぱりエネルギー欲しいよね。渋いですね。わかりました。500円玉を自販機に入れボタンを押した。いやでも水の方が良かったか。利尿作用あるものを取ってしまうとおしっこができない、周知プレイになってしまう。顔を真っ青にする立浪は自販機の取り出し口を震えながら指さした。何、腕でも出てた。そこにはうわー、やっぱり腐敗した人の腕があった。じゃああいつのやつじゃん、あの黒いやつじゃん。腕っつってた。秋なし、あ、腕本物これってな、俺の彼女の、なんでこんなところに。う、見覚えあるこのネイル、おかしなことが起こりますね。しかもこの赤い爪、やっぱり見覚えございますか。部長の会、そっちかい。ありえない、だって今日会ったんだ、つか部長女だったんだ。まさかその後で。いや、それにしてもこの腕の腐敗具合はおかしい。どういうことなんだ。彼女の方かと思ったら、なんだ外から、もしかしてさっきの黒いもやか。腕腕つってたからな。おいなおいなおい、なんておえっつってる。おえこ、おえこ、なんて言ってる。おえこ、あー出てきた。腕上げよう、腕返せ。あーだよね、やっぱりあなたの火まずいぞ。いつ入ってくるか。返せ先輩、どういう意味かわかりますか。ほらモールス信号履修してるから、わかるけどわかるけど二択に答えがなかった。う、早く逃げなきゃ。まあまあちょっと落ち着いてください。立浪くんも一周してる。もしかしてこの腕のことだったりしますかね。先輩ちょっとそこ避けてもらってもいいですか。うわっ、めっちゃ蹴られた。何の音。立浪は何のためらいもなくずるりとそれを引っ張り出した。立浪は腐敗した人間の腕を手に入れた。う、ダメだ、直視してなくても感触が想像できてしまって気持ち悪い。先輩そうですよね、こんな汚いものを。先輩は何もしなくていいですからね。うん、どうしようかな。あ、これを2階の窓から放り投げてみたらおとなしくなるんじゃないでしょうか。うー、先輩は無理しなくていいですからね。もう勝手にやってて俺寝てるから、そこで寝てるわ俺。ここでおやすみ。これは何も置いてないじゃなくて、あーなんか言うてる、言うてはります。黒いマヤが、あー扉開けれちゃう。一回セーブしよう、やめておこう。わかる。一回開けてみっか。僕こんなとこで死にたくないですよ。直接渡せばいいじゃん。手渡しよ、手渡し。うい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 、うい、変わらないことを望めば開くね。どこから投げればいいのよ。そんなこと言いますけど、ここか。黒いもやのようなものが電車に張り付いているのが見える。よし行きます。どっせーい。おー、え、汚い。すごい、黒いもやは消えた。お、もういなくなった。これでいいんだ。多分どれだけ下を見ても見当たりません。これで駅の方が調べられるようになりましたね。おー、そうだな。あ、そっか、ようやくあの黒いもやがいなくなったのか。嫌だったろうに、ありがとう。え、いやいや、なんともないです。別にそんな気に、排水口の掃除みたいな感じ。苦手な人は苦手だけど、気にしない人は気にしない。先輩のためなら何でもできます。そうか、本当に申し訳ないことしたな。俺は全然気にしないタイプ。うん。ああやって言ってくれるけど、やっぱり辛かったよな。うん、どうしよう。ひとまず、外に出ましょうか。虫とかも手で潰せるタイプ。じゃあ次こっちかな。先輩すみません、少しいいですか。何を。なんだか気分が悪いのでトイレに。え、だ大丈夫か。それにトイレって扉が。よかったらついていい、一人で大丈夫です。ちょっと待っててください。お、早っ、めっちゃ早足で。立浪は逃げるように走り去った。
なんだか様子がおかしかった。無理してるのか。無理もない。あんなの触るなんてひどいことさせてしまったな。立浪のことだ。言われた通り待ってるか。言ってやるか。立浪を待った。一人でいると今まで我慢していた不安と恐怖が一気に頭になだれ込む。確かにね、怖くなるよな。もしここから出られなかったら、もし立浪に何かあったら、もし悪い想像がどんどん脳を支配していく。うん、長いね。心配だ。それにしても遅いな。大かーって。ああ、ダイする場所も閉まってたけどな。なんだ2階からか。行ってみるか。立浪が心配だ。様子を見に行ってみよう。行くぞ。待ってろ。大丈夫か。立浪の様子を見に行こう。パソコン、あ、今なら調べられる。あー、ダメか。あの画像気になったんだけど。あー、切れてる。どうした。そんな怒らんとってよ。いいカードした、お前。なんで今更。消えろ、お前はここにいらないんだ。耳切ってるじゃん、きっと。話しかけてみよう。いや、無理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 。ミンカったことにしとこう。ミンカったことにしよう。無理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 。どうしたん。辛いことあった。話聞くよ。しばらくこっちにも近づきたくないよ。トイレ開いてる。大丈夫。立浪大丈夫か。今大きな音が。先輩、ちょっとぶつけちゃって手が。でも大したことじゃないんで大丈夫です。無理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 。ぶつけたって鏡にか。なんで。いや、それより怪我は。手血出てるじゃないか。あ、いえいえ、これくらいなんともないです。慣れてるので。慣れてるので。切り傷だぞ。なんともないわけないだろちょっと待ってろ。あ、ハンカチいいの。そのハンカチ、ポスター探す。もう一個持っていたハンカチで切り傷を抑えた。このハンカチ、先輩の趣味ですか。ずいぶん女性らしいデザインというか。いや、これはかもらったんだよ。じゃじゃん、これプレゼント。かわいい彼女。春くんっぽいなと思って選んだの。まだそれ使ってるんですね。まだ。いつまで使っててもいいだろう、別に。先輩もういいです。もう先輩もういいです。ありがとうございます。もう大丈夫です。早く駅を調べに行きましょうか。本当に大丈夫か。辛かったら休んで。いいんです。もう大丈夫です。行きましょう、先輩。そういうなら、まあ、そういうなら、ちょっとあんまり深く関わりたくない。でも、もし立浪に何かあったらと思うと心配なんだよ。ありがとうございます。でも、本当に本当に大丈夫ですよ。心配しないでください。僕は絶対先輩から離れませんから。僕は。それならよかった。とりあえずじゃあ出るか。リンゴは、そういえばリンゴリンゴリンゴ。あ、お酒な、嫌な思い出があるのねとりあえず降りますか。よかった。ああいうのはもう見当たりませんね。は、そういえば階段の先に改札がありましたよね。あの先に行くにはどうしたらいいのか。手がかりもないですし、ひとまず駅のホームを先まで探索してみましょうか。この辺りね、まだ見てないもんね。でもなんかあるようには思えんけども。血で汚れた社員証が落ちてる。社員証、誰の誰の。うちの。ん、この赤い爪、さっきの腕と同じだ。赤い爪、爪どれ。あ、この見えてる部分、やっぱりさっきの黒いもやは。部長、部長、部長だ。部長、もう何なんだよ。いい加減にしてくれ。なんで僕にとって関わりのある人たちばかりが。確かにね、うちの会社の新入社員研修でみんなここ通るのよって。確か立浪のことを避け始めたのもあの時部長にあんなこと言われたからだ。ああ、そういう過去があんのね先輩、相談があるんですが。どうしたんだ。あ、あの、実は社外費の資料を間違って取引先に添付してしまって。ごめんなさい。それはもうごめんなさいするしかないね。あの先輩、本当にごめんなさい。あの、いいよ、気にするな。それにしても立浪がミスするなんて初めてなんじゃないか。僕なんかと比べ物にならないぐらい責任のある仕事を任されてるのに。
こんなこと思うのも良くないけど、なんだか気分がいい。俺に報告されてもやな、それに関してはぶっちゃけ。分かった、部長に相談してみるよ。だけど報告するのは僕がしなきゃいけないんだよな。部長、なぜか僕にだけ当たりが強くて怖いから、慎重に行かないと。すーはー、大丈夫大丈夫。あの部長、報告と相談が。どんなお顔、部長は。あ、顔は見せてくれたい。何、また何かやらかしたの。僕じゃなくって、謝っての資料を取引先に添付してしまいました。すでに謝罪と消してもらうようお願いはしています。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。おー、気まずい。で、で、相談は。結論から言いなさいといつも言ってるわよね。対策方法を相談したく。そんなのあなたの性格を直す以外ある。つらい。あなたがどうしようもなくグズで雑で注意散漫だから引き起こしたミスでしょ。それはミスしたのは僕じゃ。この間もミスしてたよね。どうして改善しようとしないの。性格を直そうと思わないの。性格を。社会人として、人間としてどうなのかしら。ミントスしかないの、陽気ミントスを。そんなんだから前の会社でもうまくいかないのよ。あなたの性格の問題だもの。やっぱり素早さが下がる性格はダメですか。申し訳ございません。もういいわ、言うことないならさっさと仕事してちょうだい。私も忙しいから無能なあんたに説教してる時間すら欲しいのよ。はい。あいつまた部長にいびられてるよ。でもミス多いし仕事も遅いし、おどおどしてるから部長に目をつけられるのはわかる。この部署、部長に目つけられたら終わりだからな。前も使えないって決めた社員を徹底的にいびってうつ病にして退職まで追い込んだもんな。ま、触らぬ神にたたりなしだよ。関わらないのが一番だ。そうだね。立浪さん、あなたもこんな出来の悪い先輩で大変でしょ。今度ちゃんとした対応考えるからね。例えばこの間あなたが作った資料、分かりやすいって上層部から好評だったの。期待してるわね。あー、悲しい出来事。あー、嫌なこと思い出してしまった。でも先輩、正直なところ、部長がいなくなればいいのにって思ったことありませんか。まあまあまあ、そうね、何度も思ったよ。でももしこれが夢ではなく本当なのだとしたら、それって先輩にとってものすごくいいことじゃんじゃないですか。部長が死んじゃってね。確かにそうだ。夢であってほしいという気持ちと夢じゃなければという気持ちが混在している。ダメだ、謎は深まるばかりだ。先輩、部長がいなくなってよかったですね。やめてくれ、立浪。やっぱりここは。なんだ、そういうことか。なんか意味がある場所なんだろうな。